演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。カルビーの47都道府県代表、お菓子長崎県代表、佐世保レモンステーキ味を食べたいと思います。お肉にレモンって唐揚げに絞るとか結構ありますけど、ステーキっていうのは初めて知りますね。どんな味なんだろうか、そう気になりますね。それでは、中身は、はい、当然のことですよ。もういつものボトルスープですね。で、そんなレモンの香りとかはしないですね。ではいただきます。レモンの酸味はさっぱりしてて美味しいけど、お肉はちょっとどこにあるんだろう。レモンの香りはしなかったんですが、食べてみると結構口の中に味が広がってきましたね。なので最初から最後までさっぱりといただくことができましたが、ステーキと書いてあるのにちょっとお肉の旨味が足りなかったかな、感じられないかなって思える部分があったのが、そこは残念でしたね。なのでお肉の旨味をどうしても感じたいという気持ちが出てきてしまいましたので、こちらの点数とさせていただきます。こちらの点数とさせていただきます。それでは、カツオたちブラックホールの先行くよ、いや先なんてあるのか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。